さんこんにちは。いや、おはようです。こちら沖縄ですけど、ちょっと沖縄での状況をまた皆さんに今日伝えられたらと思っています。沖縄では貧困生活をしている人はどれぐらいいますか？例えばね、10家族いたら約4家族ぐらいは生活に困ってます。で、そのうちの1家族か2家族はすごく困ってます。貧困生活してる人はどのような生活をしていますか？私が今まで出会った中では、役所の方からある、相談が来てですね、でその家庭に、訪ねてくれっていうことで訪ねていきました。そしたら、子供たちが5人いましたね。でそのうち一番小さい子は1歳ちょっとだったんですね。で一番大きい子が中学生でした。でちょうど夕方でしたので、彼らは、行った時に子供たちもみんな皆さんスティックパン分かります？よくトカチスティックパンみたいな感じで売られてるんですけど、それをみんな1本ずつ持ってたんですね。1本ずつ持ってて、そしたら、お母さんが言うにはこれが夕ご飯なんだっていうことを聞きました。すごくショックでしたね。でまだ小さい子もいて、それで足りるわけがないですけど、でその時にもうこれはもう待てないなと思いまして、すぐに支援を始めました。子ども食堂でどのような働きをしていますか？子ども食堂って言いますと、ほとんど子どもたちが家から出てきて集まってきて、この場所で一緒に遊んだり、この食事を食べたりっていうことが一般的な子ども食堂だと思いますけど、私たちの方ではまず子どもたちって言った時にですね、やっぱりこの子どもたちにつながる家族がいます。でこの家族がですね、本当に向き合うことができたら一番いいなって。でやっぱり一日の 夕ご飯っていうのは家族と何らか話しながら食べられたら一番この子どもたちにとってもいい場所だろうなって。で私たちが言う、この子どもの居場所っていうのは家、家庭で、それで私たちは、この弁当を子どもたちのだけの分じゃなくて家族全員の分の弁当をも、作ってその家族に届けています。そして、その家族に届けているとやっぱり家族の方とか他の、兄弟たちと会いますので、家庭の状況がすごく分かりやすくなってきますので、すごくこのいろんな支援とかですね、いろんな関わりが持ちやすい状況になってます。どのような利用者がいますか？利用している方々は、例えばですね、お母さんが、病気で働くことができないとかですね。で沖縄ではよくあるんですけど、給料ですね、お給料がとっても低いです。そして女の人が、この働いて、男の人でも働いても約本土内地にしたら高校生ぐらいのアルバイトレベルですね。それで一家を養います。そしてシングルマザーの場合はもっと厳しくなりますので、すごく1ヶ月の生活ができない状況にあるんですね。でそうするとやっぱり2つ3つって仕事持ちます。でそれでもうやっぱり体も疲れ果てますので、そういう中でやっぱりそういう生活苦ですね、病気だったりまたいろんな状況だったりですね、そして、子供が多すぎる、一番多かった家族が子供が12名いました。でお母さんはやっぱりもう働きに出ることができないということで、そういう支援を、サポートさせていただいてます。この沖縄での貧困生活にあたって助けたい人が何をすれば役に立つのですか？まずは、生活の中で一番もうこの必要な最低限必要なことは食べるっていうことですね。食事です。食事がお腹が空かないようにですね、一日に食べられる食事が与えられるようにですね。でそれと同時にやっぱりそういう、生活が困窮したり貧困している家庭にはですね、すごく希望が必要です。なぜならすごく現実にがっかりすることによって未来が見えにくい。だからすごく思ってること考えてることが視野が狭くなって、もうダメだっていう気持ちになりやすいです。でそんな中でやっぱり彼らに、希望、それから今から将来に向かって未来に向かってこういうふうに
生きていきたいなって、そういう風になればいいなっていう希望を与えられることがとても大切だと思います。生活が大変な家族の皆さんに、この食事の提供ですね。でうるま市は子どもたちが多いので、すごく食事の必要性があります。でそれはいつも、いろんなものをですね協力してくれる方があって、スティーブもねお米送ってくれたり、それからまた卵、これ養鶏屋さんから卵を提供してくださったり、また野菜をですね届ける人たちもいます。そしてまたお弁当に入れるおかずを作って持ってくる人たちもいて、でいろんな缶詰類とかですね、そういうのを送ってくれる人たちがいて、私たちはそれをまたお弁当に利用しています。そしてお弁当作りは、ボランティアの人たちが来ていまして、皆さんアルバイトのお金は一切無料でやってくれてます。火曜日と木曜日に、皆さんこんなしていろんなアイデアを出してですね弁当を作ってくれてます。そしてこの弁当を作った弁当は、もう皆さん家庭に、なぜなら、受け取りに来れる人もいるんですけど、ほぼ、私たちがサポートしている家族の方々は7割ぐらいは車を持ってませんの でバスでまた来るのもちょっとバス賃かかったりとかお金かかるので、こっちから届けてますね各家庭に。で夕ご飯でみんなが一緒に食べられるようにしてますね。聖書の話になるとね、エリアの時があったんですね、自分が絶望した時、まず何が神様持ってきたの、食べ物、そうその希望、基本的な希望、自分がもうダメと思う時は、美味しい食べ物、そうだからこれがもうこれからもでも強いエリア上限者、とても旧約聖書では強かった人なのに、あんなに絶望して食べ物を通して神様が希望をもたらしたっていう、だから本当にこのホープラブが、この食べ物として人を希望を与えるように宣言します、祝福します、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。